回もプロスキーレース順次解説していきます。今回はつもり投手だな。完全キュー型の投手です。キュー型スタミナ C の称号で狙えます。星4の永久期間ならどっちも狙えるな。変化球は全4種と少ないかもですが、どの球種もニアタイ抜きです。しかも大金持ち。実はこのつもり投手、2022のシリーズにからまあまあ球種変更されました。どっちがリアタイ向きなの？さあ、はっ、爆破するぞ。冗談です、やめてください。普通にスキ的にも最新の方が強いですね。しかもツーシームが横変化なんですよね。先に言ってくれよ。ふっ。さて爆破するか。